それではただいまより自分たちの町は自分たちで作り守る共助の精神に基づく市民主体の街づくりと題しまして第2部でありますトークセッションを行いたいと思いますまずは出演者様にご登壇いただきますパネリストとしてスタジオ L 代表の山崎亮様広島 L も大林学区地域運営委員会会長某俊彦様 フリーアナウンサーの増田絵里奈様広島市企画総務局長の酒屋幸治様コメンテーターといたしまして佐久野博和教授そしてコーディネーターといたしましてリエゾン地域福祉研究所丸山紀子様ステージまでお願いいたします。 それでは、ここからは丸山様にマイクをお渡しすることといたします。丸山様、よろしくお願いいたします。はい、えー、司会進行していきます。丸山範子と申します。よろしくお願いします。 もともと社会福祉協議会広島県の社会福祉協議会で地域福祉をやっておりましてかれこれ30年になりますか、えー、退職をしましてから今全国の地域福祉に、えー、あるいは町づくりに携わっております今日は皆様があのパネリストの方々のお話を、えー、引き出しながら参加されていらっしゃるまたウェブでも参加されていらっしゃる皆様に一つでも多くの何かヒントをいただあのプレゼントできたらなと思って、えー、ちょっと協力をさせていただこうかなと思 っておまますすよろししくお願いします、えー、最初にあの基調講演ではあの佐久野先生から、えー、私たちが生活していく上で地域コミュニティの有益性とか広島市が進めていこうとしています広島エルモの地域活動に参画することの楽しさ楽しさという言葉が出てきましたよね,ねそういったお話がありました。 い、えー、いろんなキーワーワドがあったかと思いますあの特に私が個人的に、えー、思ったのがやっぱり楽しむということの裏付けであるやはりいろんな方々が参画したりとかそれから、えー、やらなければならないことや、えーで,きるうん、できることよりもしたいことを入れていきましょうみたいな話もありましたよね。 それをじゃあ皆様でどうやって膨らましていくかあるいは私たち広島市民としてどういうふうにそれを進めていくかこれについて考えるそういった時間にしていきたいなと思っておりますではまずですねこの事業を立ち上げて進めていっていただいている広島市が推進しているこの地域コミュニティっていうのはどのううようなものなのか坂谷企画総務局長にまずお伺いしたいなと思います。 それではお願いしますはい丸山さんありがとうございます今ご紹介いただきました広島市役所でまちづくりを担当しております坂谷ですどうぞよろしくお願いいたします今丸山さんから早速広島市が目指すまあ持続可能なコミュニティーとはどんなものでしょうかという話がございましたそれで、えー、今日のシンポジウムの冒頭で今画面にございますように広島エルモのロゴマークが披露されました これは、もやい結びをモチーフにされたということですけれども、このもやいという言葉には、もともと共同して作業するという意味合いがあるということも先ほどご紹介されました、広島市では、このもやいに象徴される、互いに協力して助け合うという、共助の精神に基づいて、住民の皆さんがつながりを大切にして、そして支え合うという社会、これを目指したいというふうに考えております。そして 共助の精神のもとで自分たちの街は自分たちで作り守るという志を持った市民の皆さんによる街づくりが行われこの街に住んでよかったもっと住み続けたいあるいは住んでみたいと思っていただけるようなそういった持続可能なコミュニティを実現したいというのがわれわれ広島市の強い思いです。そこでで広島市では おおむね小学校単位に地域に関わるあらゆる方が一緒になって地域の実情に応じた課題の解決に取り組む新たな協力体制として先ほど佐久野先生からもご紹介がありましたように広島型の地域運営組織広島エルモづくりを各地域に提案をさせていただいているところです本日はこの広島エルモづくりの取り組みにいち早く共感してくださり昨年の3月に 本市第1号の広島エルモを認定を受けられた旭田区大林区の某会長にお越しいただいておりますので、後ほど詳しく活動をご紹介していただくことになると思いますけれども、この大林エルモでは、自治会などの地域団体のみならず、地元の企業、そして大学生の皆さんも一緒になって、地域の課題解決に向けてさまざまな活動を展開していただいておりまして、本当に地域づくりのモデルになる、 役割を果たたしてていていいいいだるとううふうに私どもは思っておりますこの広島エルモですけれども、市内141学校区のうち、現在、19地域で設立をされ、活用をなされていることは、先ほど市長も申し上げましたけれども、さらに20余りの地域で組織づくりが進められております。この広島エルモづくりですけれども、広島発の取り組みです。そして広島市役所の職員と 広島市社会福祉協議会の職員がしっかりと連携しながら熱い思いを持って皆様の地域にお伺いをしそして寄り添った支援をさせていただいているところです地域の置かれた状況は本当にさまざまです141通りのエルモがあって良いというふうに私ども思っておりますぜひぼやいの精神に象徴されるようなその共助の精神に立って 皆様、地域に新たなまちづくりを私どもと一緒に推進していきたいというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。私は以上ですありがとうございました 強い思い熱い思いがどんどん,なんか伝わってくるようなそんなお話でしたが、えー、特にその大林エルモというのが非常にあのモデルになるよという話でしたねじゃあ早速、えー、聞いてみましょう某会長、えー、大林学区における地域活動のお話をぜひ教えてくださいいお願いします、はいえー、まずは大林学区というのはどんなとこかというのをお話ししたいと思います。うん えー、広島市の旭北区一番北側でありますがそこの大林学区は広島市の北部に位置するいわゆる中山間地域であります広島市の都市圏からは車で約1時間の圏内にあり、まあ、豊かな自然と水に恵まれ、えー、古代あるいは中世からの歴史と文化の伝統継承も盛んに行ってはおりますこの大林地区にはさまざまな課題があるのですが特に 平成26年8月の広島豪雨土砂災害においては一時孤立する集落が出るなど甚大な被害を出しましたまた地区内には農林業問題に加え少子高齢化の問題これはどこの地区でも抱えている問題だと思いますが私どもには限界集落を書いており課題は大変複雑です こうした課題に対しては、今、立ち上がらないと取り返しのつからないことになり、後へ繰り延べるほど課題は重症化することは間違いないという状況にあります。しかしながら、こうした課題の解決に取り組んできた地区社会福祉協議会や、私ども自治会連合会も、役員の高齢化や人材の確保などの課題に直面しており、単独の団体で課題を解決することは至難のことであり、大変苦慮しておりました。 また平成26年8月20日の災害で大きな災害を出した際に広島大学をはじめとする学生の支援を受けるなど交流が始まったことは大変好材料ではありましたが組織的にはバラバラの状態でしたその矢先広島市において地域コミュニティ活性化ビジョンが策定され広島エルモの考え方が示された、えー、当地区としても当地区が抱える諸課題の解決を 有効であると考え、地域内の諸団体が連携し、若者、よそ者が参加しやすいものとすることによる地域コミュニティを実現するため、大林学区地域運営委員会を立ち上げ、これに地元企業が参画するという形で、広島市から広島エルモとしての認定を受けました。えー 大林学区地域運営委員会ではこれまで地域内の各団体が取り組んでいた事業や活動と連携し協力して実施するなど互いに協力して負担の語りを調整しながら誰もが地域に貢献しつつ暮らしやすい大林学区の構築を目指しております具体的には災害に強いまちづくり自然保護里山再生棚田の再生森林保護 そういった問題をそれぞれの研究会や若者のグループによるふるさと学者ふるさと学者においては、えー、先ほど新聞等でもあの紹介していただきましたが、えー、大林千年という酒も作っておりましたりあるいは森林保護では広島大学文京大学あるいは修道大学の学生にも参加をしていただいております、えー、防災あるいは災害時での救援作業復旧作業を行う上での日頃の諸団体、えー 住民間の新たな協力体制を実現するための事業として自主防災会連合会を中心とする組織づくりもしております地域の伝統行事文化の継承と世界間の交流などを主軸に取り組むこととして文化事業実行委員会を立ち上げこれらに若い人たちの参画を促しております今年度につきましては広島文教大学の 松原教授のゼミの協力による住民ニーズを把握し地域課題を抽出するための住民アンケートを行いました特に若者の意識あるいは移住者の意識等の,の調査において他の参考になるものとして私ども非常に大変重要に考えておりますまた西暦1500年の中頃を起源とする熊谷踊りを 新型コロナ禍で中電していたものを復活させ大林夏祭の夕べの中には広島大学あるいは広島文京大学修道大学の学生にも参加していただき若い人たちが参加するイベントとして注目いただいております連携団,団,団体である東方の会社の方の広島工場の敷地内を活用して サタライトも作っておりますで地元の主団体、多区の活動、団体や企業も参加した約3500名が来場した木と食の里祭りも、これも地元の大学、広島大学、文京大学、特に安田女子大学も参加して実施いたしました。 今後も地域内に優位の精神を醸成し、地域の課題解決に寄与する活動を実施していくということで、大学生との交流はますます続けていきたいというふうに思っております。そのことが大きな刺激になり、えー、あの地域の中の大きな活性化につながっていると思っております。以上です。ありがとうございました。 ポートアターンのモヤイ、それからユイの精神、それを形にするとしたらこういう風になったよというようなそういう話でしたね。あのバラバラだった組織がつながっていくのがこのきっかけだったというふうにも聞こえてきました。もっと深く聞きたいので後でまた聞いていきたいと思います。 さあ、えー、続いてですねフリーアナウンサーの増田さんなんですけれども東京からもご存知の方多いと思います東京からこちらにこ、うん、来られて10年というところでいろんなお話が聞けるのではないかなと思います、えー、移動してきたからこそわかる広島市の魅力地域コミュニティについてのお話どうぞお願いします皆様本日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございますまず簡単に自己紹介をさせていただこうと思うんですけれども私は 神奈川県横浜市の出身でそこから20年以上横浜で育ってきましたその後、TBS のアナウンサーになったということであの東京に移住しましてあの引っ越しまして一人暮らしをして TBS のアナウンサーとして活動しておりましたえその後、T あの、広島東洋カープの堂林翔太という選手と結婚したことによりあの広島の方に移住をしてきたということであの引っ越してきたときというのは知り合いもほぼ一人もいないような状況。夫も愛知県のの出身の ものなのであのこちらに親戚も誰もいないような形で広島に引っ越してきましたまあそこから今も10年の月日が経ち3人の子供がいるんですけれども8歳6歳4歳というこの3人の子育てをしながら広島の街をもう今心の故郷と,と思いながら過ごしています ちょっと10年前のことを思い出してみたんですけれどもすごく不安だったなっていうのがあって私、なんでこんなに不安だったのかなと思うとやっぱり夫がプロ野球選手ということで遠征に行ってしまったりとかキャンプに行ってしまったりするとこの町には知り合いは誰もいない。もう私は今日1日スーパーパの レジの方としか喋っていないい、まあ、そんな日々を過ごしていたんですねでそんな中であのすぐに妊娠して出産をしたんですけれども初めての子育てっていうだけでとても不安なのに知り合いもいない街ということであの何が不安だったかというとあの夫とか、まあ、今の時代 遠くにいてもつながろうと思えばつながれますし電話もテレビ電話も LINE とかにメッセージとかもやり取りはできるんですけれどもやっぱりもし私が夜中に急に体調が悪くなってしまったらどうしようとか、まあ、もし今震災のようなことが起きた時にあのどうしようこの子はどうなるんだろうってそういった漠然とした不安 を抱えていていやっぱりそういうのっていうのはあのリアルに駆けつけることができる近所の方とのお付き合いがないとその不安というのはなかなか解決できないんじゃないかなというふうに感じていました。実際にあの 辛い時にはあの病児保育とかを利用したりとかして子どもを預かっていただくというようなシステムというのはいろいろとあるんですけれどもかといって真夜中に対応できるか当日に対応できるかというとなかなかその辺というのは難しかったのでやはりその辺がすごく不安だったなと今思います。 思いい返すすと感じています、まあ、そういうこともあったので私自身はなるべく地域の方たちとあのコミュニケーションを取っていこう仲良くなっていこうという思いをすごく強く持つようになりました。子供が小さかった時ですとあの近くの あの小児科でやっていたベビーマッサージ教室みたいなものに通ってあの同世代の赤ちゃんがいるお母さんとお話をさせていただいたりとか看護師さんたちの子育ての先輩にお話を教えていただいたりでもう少し子どもが大きくなってくるとよくあの大きな体育館でやっている子どもたちが体を動かすようなイベントもですしあとは親子で一緒に工作をしてみようとか料理をしてみようというようなイベントに参加するようになりました。あの 公園で初めましてって声をかけて仲良くなっていくっていうのもすごくいいと思うんですけれどもやっぱりそうやって作業をしながらちょっとこれ貸してもらっていいですかとかここってどうやるんでしたっけっていうのっていうのはすごくこう話しやすいきっかけになるなということがあったのであのナチュラルにこうお友達になることができてそしてあのその 何か作っているものが完成する頃にはとても仲良くなってじゃあ連絡先交換しましょうというような形でお友達になることができましたあとはやっぱり自分自身広島の方に感じていることなんですけれどもすごく優しくって温かい方たちなんですけれども人見知りだったりとかあの意外と向こうからは声かけてくれないぞっていうことはちょっと思っていてあの私がこっちに引っ越してきたばかりなので広島のことを教えてくださいとか仲良くしてくださいと言ったらもう。 家族のようにすごく優しくしてくださるなというのがすごく実感としてあったのでなるべく自分自身ご近所の方にまずはご挨拶をして顔見知りになるで少し経ったらちょっと世間話を加えるようにして顔なじみになるでだんだんこうお互いのご家族のこととか分かるようになって知り合いになっていく。そしてだだんだんこう そこから友達になっていくというような形で、ご近所の方たちとの関係性を深めてまいりました。まあ、そのおかげで、今はあの私が風邪をひいてしまった時とかには、あのお友達が玄関前に。 おかずかけとくからね」とかって言ってくれて気が付くといつもの食卓よりも豪華になっているっていうこともありますし特にやっぱりコロナ禍というのは買い物に出られない時にはあの子の家今コロナだからっていうことでじゃあ代わりに買い物しておくねってみんなでこう助け合えてみんなでこう子育てをしているような感覚に なっていますあの,なので、まあ、ちょっと宮崎で今頑張っている夫にこんなこと届いてしまったらちょっとかわいそうかもしれないんですけれども今夫がキャンプに行ってもそんなに <laughs> 心細くないというかあのすごく昔は寂しくて悲しくて仕方がなかったんですけれども今は寂しさはあるんですけれども全然こう心強い環境の中で夫がいない中でも子育てできているなというふうに感じています。やっっぱりこれっていうのはあののは広島の方たちのこの温かかさとかそういった 魅力なんじゃないかなというふうに、私自身は感じています。はい、はい、ありがとうございました。広島の方、人見知りなんですか。<laughs> あのこういう、ね、あの気持ちの方がもしかしたら皆さんの街にいらっしゃるとしたらどんな声かけができるだろうかどんな仕掛けができるだろうかどんなつながりが作っていけるだろうかというふうに考えるためにもいいヒントだったなと思いましたさあここで、えー、コミュニティデザイナーとしてご活躍されていらっしゃいますスタジオウェールの山崎亮さんに今後の地域コミュニティの在り方についてお話を伺おうと思いますよろしくお願いします。とますいななんんでこの順番なんやと思いますね めちゃくちゃ流暢に綺麗な声で喋った後にこのおっさんのガラガラした声、これでもですよあの、通常はもうちょいマシな声してるんですよ、これ。 今日は何でかかなかかわらい昨日ちょっと叫びすぎて今日声枯れてるんですよすいませんもうちょっとなんか聞きづらい声になっちゃって申し訳ありませんコミュニティデザイナーって何,人何してる人なんやというのがねちょっと分かりにくいかもしれませんもともとデザイナーですあのこういう空間を設計したりするんですけれどもあの空間作るときにですねなんかこう利用者の意見を聞かずにデザイナーが勝手に設計してしまうということが多かったんですね。これがどうも気持ち悪かった やっぱり使う人たちの話聞きながらあのデザインしなきゃいけないだろうということでワークショップというのをやり始めました会場に100人200人の方集まっていただき今日これから多分ね後半にあるでしょうけれどもワールドカフェワークショップってちょっとずつ少人数で話し合っていただいてどんな意見出てきましたかっていうのを聞きながらそれを設計に反映させていくこんな仕事を20年ぐらいやっておりますだからまあ全国いろんなとこを呼んでいただくと地域コミュニティの方々と一緒に話をするっていうこんなことばっかりやってるんですよ でまあ、そんな中からですねこの「エルモ」という取り組みがあのどんなふうに見えるのかというのをお話ししてほしいということでお誘いを受けたので、まあ、大好きな広島だということもあってあの、ね、2014年ぐらいかな。 えっと瀬戸内の「島の輪っていう2014っていうプロジェクトを担当させていただいたあたりから広島県内各所であのいろんな方々にあのお世話になってで広島に来るのも僕は大阪ですんで新幹線ですッと来られるということもあってえもう断ることに何か呼んでいただければいつでも行きますよというようなことになっていたもう一つは今日佐久野さんがさっき話されましたけれども佐久野さん大変お世話になっているというか一方的に僕は学ばせていただいていていろんなことをあのとにかくは調査とか論文で来て。 もっちり整理されたりするのでそういうのをこう学ばせていただいて自分の実務に反映させてもらっているということもあってあのぜひぜひということで今日来させていただいたらこんな順番だったということですね残念なことになりました本当にすみませんでなぜかですね僕のところだけ時間15分使っていいよって言っていただくんですよねいや逆だろうと思いますけどね15分話しておりますだなって思うんですけれども僕15分いただくとで何喋るのかなってちょっとね うん悩んでました今ずっと考えてましたねで結局パワーポイント使ってくださいって言われたけどパソコンも置いてきましたいいかなと思ってでね何をしゃべりたいのかというといやしゃべりたいことじゃなくて皆さんに聞きたいなと思ったんですよ聞きたいなと思った、えっと、このさっきこれおかしな話ですね自分のパワーポイント使わずに人のパワーポイントで今からしゃべろうと思ってるんですけど佐久野さんのパワーポイント使って 喋りますね今日今から、皆さん、お手元に資料ありますか、ありますね、えー、1ページ目の資料の取り扱いについてっていうところにあの、これを使ってしゃべるなとは書いてないので、いいやろと、で、坂野さん、最後の方を飛ばされましたね、あの辺じゃあ、僕が補足で喋ろうかなと、15分のうち10分使って、喋、えー、ろうかなというふうに思いますが、34枚目、見ていただけますか、木の絵が書いてあると思うんですが、前にも映しましたね、ありがとうございます。 34枚目ね,でね、もうエルモがどんだけすごいものなのかはいっぱい説明していただいたじゃないですか、板谷さんもさっきあの話をしていただきましたし、すごいもうサポート体制、これはもう財源も含めてですよ。めちゃくちゃゃく 豊かに財源があってあのサポートもしていただける全国見渡してもほとんどないですこんなに充実している制度ってほぼないですねさっき大阪我々がいる大阪なんかはかなりその地域コミュニティの協議会をたくさん作ってるよって言うんだけど比較にならないサポート体制ですよ全然大阪っていうのはこの広島市ほどサポートしてくれませんだからもう広島で作らない手はないだろうなというふうには思ってます でこれからどんどん出来上がっていくということなんでしょうけれども木の絵が書いてありますねで木の上の方に地域の助け合いの仕組みとか子どもの学校とか地域交通とか買い物できるところいろいろありますこれは地域でお困り事があった場合こんなことやったらいいんじゃないかっていう活動がまあ言ってみれば木の実のようにですねたくさんなっている状態ですから、まあ、うまくいってる地域というのはここにいっぱい実がなってんだろうなということなんです。 ただよく事例紹介って言われるものはですねここだけ喋るんですよこんなすごいことできましたあんなすごいことできましたって言ってなんかすごい木の実が鳴ってるねでしょではっつって書っていくんですけどこれ左上に事例はこの部分しか見えてこないって書かれてますがまさにですね僕らが関わってきた今まで400ぐらいの地域関わらせていただいたんですけれども事例喋ってもここ言うだけなんですよね。 で佐久間さんが多分これ喋る時間があれば言いたかったのはむしろこの根っこの方だよとこの下の方にですね課題とか資源をちゃんと知ることとか運営体制を見直すこととかアンケートちゃんとやってエビデンスベースでっていう話をされるんだろうと思いましたここも大事だということですねこれ大事だと思います僕が気になっているのはですねこの左側に雲みたいにモクモクモクってあってですね自発的な思いってありますよねこれがないと動かないんですよね さっき言いました皆さんはもう地域でこのエルモをやろうっていう気持ちになってくれてんじゃないかと思ったんですけどまだ万が一その気持ちになってない人がいるならその気持ちになってよっていう話をするのがいいんじゃないかと思ったんですよ残り11分で、ね、残り11分それがいいつまりこれ自発的な思いっていうのをねいやエルモっていうのに参画すると何がええねんと。 何がいいんですかということがないと自発的な思いってなかなか出てこないんじゃないかと思ったでもね利点はいくつもあると思います利点はいくつもあると思うんで思いつくだけあげますが分かっとるという人はちょっと今から聞きますから手を挙げてくださいねそんな利点はお前に言われるんでもう分かっとるというところは手を挙げてください先ほど増田アナがおっしゃっていた地域で1人なんだけど不安 若い子育て層だけど不安、あるいは私たち高齢になっていって、今後の老後が不安、こういう不安、エルモみたいな仕組みが地域にあれば、不安解消されると思いませんそれ分かっとるという人、手を挙げてください。分かってないんかい。ほな、その話しようか。 わ <laughs> かりますよね、でもね、エルモみたいな社会福祉協議会だったりとか、PTA だったりとか、いろんな、えみんな、どうしてあれ、手上がらない人もう肩が上がらない <laughs> 大丈夫かな、えっ、ー、と、肩上がるよっていう人、手上げてください。上がるんやん 分かったじゃあ上げることはできるんですね、上げることはできる、分かった、じゃあ、えっとですね、さっきの仕組み、いろんなありましたね、PTA から社会福祉協議会から地域の自治会から、いろんなものがいっぱい連なってました、あんなものが自分たちの地域で連絡密にやっててくれれば、老後2000万円いりますよって脅されてるやつ、あれ、そんなに心配じゃなくなるの分かりますよね、老後2600万だって計算する人もいるみたいですよ、ありますか、2600万あるっていう人って、いやいやいや、いや、ね、あれは。 全部サービスをお金で買うとすれば2000万ぐらいかかるから株やって儲けときなさいっていうまあ僕と同じようなしわがれ声やっていたような副総理がなんかわわっと言ったんでしょうねでもそんなものを金出して買うんじゃなくて地域で支え合う仕組みがあれば2000万もいらん可能性あるじゃないですか。 だからまずエルモみたいな仕組みがあったら不安なくなるよっていうのは子育て層もそうだし老後の不安もなくなりますぜこれあると思うんですよねまだあるでしょうあのエルモみたいな仕組みがあってみんなといろんな活動をすると健康で楽しく長生きできますね健康で楽しく長生きできますねいやそんなことあんたに言われんでも分かるわっていう人手を挙げてくださいあちょっと増えましたねじゃあここは説明少なくていいですね あの健康の3つの要素、厚生労働省を出してますね、ありますね、ちゃんと栄養をとること、適度な運動をすること、でも一番大事なのは何でした、3つ目、社会参加ですね、この実は社会参加し続けてるかどうかが、健康で長生きするのにめちゃくちゃ大切です。さっっきき健康で楽ししく長生きって言いました 楽しく参加することが大事だけど何が楽しいのかはさっきの佐久野先生のお話の中にありましたねここまさに楽しくエルモに参加してもらうってことが大事だから楽しくエルモに参加すれば社会参加してることになるわけだから栄養と運動と社会参加これ3つありますから健康寿命伸びますねなのでエルモやるべきですね他にもあるかなまあ防犯とか防災これは大丈夫ですかね 防犯とか防災が得るもんに行ったらより充実するぞっていうねそれは分かっとるっていう人手を挙げてくださいあだいぶ増えたはいはいはい肩が温っまってきたな他何があるかなえっとねレクリエーションとかまあ遊ぶとかねいう時にこういう言い方するとお叱り受けるかな無駄なお金使わなくてよくなりますよっていうのありますね 地域の人たちと一緒に何か面白い活動をしながら地域課題を解決していくわけですよ。あの人と一緒にやったら面白そうだなっていわゆる自治会とはちょっと違ってなんか興味のある人たちで集まってやっていることが例えば子育てサークル絵本の読み聞かせ自分が好きで得意だと思うことを気の合う仲間と一緒に地域でやっていることそれがエルモの中での大事な活動ですがああいうこと土曜日日曜日あるいは夜もみんなで集まって相談したりってやっていたら土曜日日曜日どっかに。 飲みに行って割り勘したら5000円ずつでしたとか家族でどっか出かけて行ってスキーやりました買い物してきましたブランド品のバッグ買いました今日5万円使いましたこういうことしなくなくなりましたねその土曜日日曜日もそんなにお金使わないもうお茶とお菓子ちょっとあればもう一日中いろんな準備したり一日中活動したりして楽しめるだから休みの日とかに余計なお金使わなくてよくなりますということもあると思うんですね。 これも L も参加しない手はい俺今日なんかエルもの営業者みたいになってますねでも参加しない手はないだろうなと思いますねだってこれ余計なお金そこで使うってことはどういうことですか仕事の時間を短くできないってことです皆さんは使ったお金の支払いのために働かなきゃいけないわけですから使うお金を下げることができればそんなに働かなくてよくなるんでそんなに働かなくてよくなるということは余剰時間が手に入るんだけどこの余剰時間 街づくりの活動ににさらに費やすことができるわけですねでこれをやっている間に将来の不安がなくなっていくし楽しいな健康だなってなっていくしお金もあんまり使わないむしろじわじわたまっていくんじゃないのというようなことになるわけですねだからもうこの自発的な思いになってもらうための要素いくつもあるわけですよエルモみたいな仕組みを自分たちの街に作って自分たちの人生を豊かにしていくこと でしかもお互いに豊かにし合うことこれを楽しくできるんだったらやらない手はないじゃないかっていう気がしますね。まだ5分時間余ってるんですよね、僕ね。僕なかなかの早口で言ったじゃあちょっとあと一番最後めちゃくちゃ長くて若干小難しい話をしますね5分で喋れるかどうか分かんないけど実はエルモみたいないろんな人たちと一緒に活動することができると。 全体主義的なものに騙されにくくなりますよというメリットもありますこれはちょっと小難しいことを言った全体主義ですねハンナ・アーレントっていう哲学者を思い出す方がいらっしゃるかもしれませんね、えー、思い出してないか 誰やねんということかもしれませんねあえて聞くのはやめときましょうねもうハンナ・アレントの話はもういいともう耳にタコができるほど聞いたっていう人いますかって聞こうと思うけどやめときますねドイツの哲学者女性哲学者ですねで、えー、ナチスドイツが来た時には亡命しましたねアメリカにだからドイツ語しかできないけどアメリカこれは心が不安だったでしょうこのアメリカで英語で本を出しましたね、えー、これが英語で言うと「ヒューマン・コンディション」という名前の本でした人間の条件と訳されてますけれども 英語があまり上手くないだからこの人間の条件読んでもおお分からないちょっとね訳もあんまりよくないかもしれないだから読みにくい本なんです、えー、その後読みにくかったこと分かったんでアレントっていう女性はですね母国語ドイツ語でもう一回書きましたねこれは2018年に最近翻訳され直しました今回は「活動的性」っていうタイトルになってますでこれはもともとのタイトルがそうなんですね彼女が考えていたのは「活動的生活」っていうのが大事だよっていうのが言いたかったんです 全体主義に取り込まれないためにはナチスみたいなものに取り込まれないためには活動的な生活が大事なんだよっていう話がしたかったんですねこれをプラトンから話すると大丈夫かなあと三分であのプラトンあのソクラテスとプラトンとアリストテレスいますねで、哲学はプラトンあたりから始まったってよく言われますね詳しい話省きますよでもプラトン以降の哲学者たちは哲学者の方がみんなよりは偉いって思い込んでたっていうことなんですねめちゃくちゃシンプルに言うと 世の中で仕事したり働いたり活動したりそんなことやっている活動的生活している人たちいるけど私たちのように鋭く頭で考え洞窟の中の影だけ見てるんではなくてイデアという本来真実である国の方を見るんだと精神的生活をやってめちゃくちゃ頭良くなって物事の本質を見る目を持つ人たちこれが大事なんだというふうに言ったので。 精神的生活が大事だってプラトン言っちゃったらその後の哲学者ずっとそうだ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 って言ったのをアレントが逆転させたんですねこれがあの本の面白いところなんですよ精神的生活哲学小難しいことを知ってる人の方が偉い気がするじゃないですか皆さん大学の先生だとか言ったら偉い気がするじゃないですかでもね逆ですよっつったんですよ活動してる人たちの方が実は大事なんですって言ったんですななぜなら ナチスドイツが出てきた時にハイデガーっていう、まあ、哲学者知ってるかもしれませんがその物事の本質を突き詰めようと思っている正しいことって思ってたところをひょいっと操作されてしまうとナチス万歳ってなっちゃう人がめちゃくちゃ多かったからなんですねだから実は精神的生活で自分で突き詰めて突き詰めて真理を追求してる人は一番全体主義に取り込まれやすいです危険ですよ 日本がこれから戦争になるとか何かなっちゃってもあるいはいろんな噂が立ってもなんか頭賢い人すっとそっち持ってかれちゃうんですよ。じゃあどういう人が持ってかれないかっていうと日々いろんな人と付き合いながら活動しているこの活動的生活の人たちの方が大事なんだと。 でこの活動はじゃあどういうものがあるの三3つに分けましたね、アレントは、ねこれがまあ。よく知られている訳でいうと、労働と仕事と活動っていう3つなんです。まあ、活動的生活の中に活動が入っているっていうちょっとややこしいことになってます。これ、新しい訳であると行動っていう訳に変えられていますあの。仕事っていうのも政策っていう訳に変われていますがただ、よく知られているものでいうと労働、仕事、活動なんです。 で労働は毎日同じことをやります、料理、洗濯これ、毎日同じことが労働です、これは実は全体主義にちょっと操作されやすいところですと、哲学者ほどではないけど、ちょっと操作されやすい、仕事は仕事は建築を建てたりとかよ、後の後世に残るようなことをやる仕事、これはちょっとマシなんだけど、でもまだ全体主義に取り込まれやすい性格を持ってますじゃあ一番いいのは活動 お金がもらえるかどうかわからないけれども自分の志とか自分がやりたいって思うことで出て行ってみんなと一緒に何かやるつまり今エルモで想定されているような地域で楽しく地域課題やっていこうねって仲間作って活動しちゃうやつこれが一番大事だって言ってるんですよ。これやっていろんなところに顔出してる人はナチス言ってることちょっとおかしくないとかあの人言ってるのちょっとおかしくないって調整できるんですよ自分の思考を。 ところがそのさっき言った精神的生活っていう哲学をやっちゃってる人はこれこそ正しいっていうのを見つけちゃってるんでそれをふィっと政治とか軍事とかに取られちゃうとそうだそうだって言っちゃうっていう危険性があるよと言ってこの活動ってのが大事ですよってのをすごいもう600ページ以上ある哲学書の中でえ書いてくれましただからちょっと小難しい話になっちゃいましたね今僕5分間笑いのない時間を皆さんに過ごさせちゃったな すいません、えー、活動というものは皆さんが日常を想定している以上の力を持っていいますいろんなものに騙されたりとかいろんなものに何となくその気にさせられてしまうみたいなものを知らず知らずのうちに調整する力を持っているのが活動なんですよねぜひ興味のある方あの人間の情景あるいは活動的生活ビート・アクティーバーというラテン語ですけれどもこれ ちらっと見てみてみくださいこれ一番最後、今しゃべったようなことが600ページ続いて629ページのところに最後どんでん返し出てきますからねそれだけ言って終わります。これは、えっと、キケロっていう古代の人が書いた、えっと、大加藤、まあ、加藤っていう政治家が言った言葉を引用して終わるんですけど皆さん、どんな時がじゃあ最も一番活動的ですかとめちゃくちゃ活動してる時、どういう時ですか走ってる時 水泳やってる時何が一番活動的ですかって言って最後加藤はこう言っていると加藤はこう言っている何もせず頭の中で思考している時が一番活動的であると言っているって言って本を終えるんですよえ精神的生活また上に来たってことですねその思考で終わるのかいっていう大どんでん返しで終わるっていうめちゃくちゃおもろしろい本ですねちなみにアレントはその後精神的生活」っていう本を書き始めます なので思考が最初です思考と意思と決断っていう3つ書こうとして決断書いてる途中になくなっちゃったんですねなので全部は読めないんですけれどももし興味がある人がいたらそれ読んでいただくとなるほどだからエルモが大事なのかってことがえ分かってもらえます <laughs> という気がいたします、えー、繰り返しになります「自発的な思い」前で左下にありますねなんでエルモ関わったらいいの 私らに何の得があるのどういういいことがあるのこれ、いろいろと頭に入れておいてください、そして実際活動してみてください、確かにええわと、確かに元気になったわ、確かにお金使うようになったわ、いろいろあると思いますね、ぜひそれを体感していただいて、皆さんの地域でエルモ、ちょっと参入してみようよと、至れり尽くせりだよ、いろいろやってくれるよというようなことで、えー、進めていただければありがたいなというふうに思いました以上エルモの営業マンでした。 どうううもあありりががととごござざいいままししたた、えー、人見知りの広島市民もどうリアクションしていいやらというところではありますがあの人生を豊かにするんだ、どうやらこれはというところとそれから、それにはやっぱり活動が大事だというところは伝わったと思います。はい でではですねここからあの活動という言葉が出ましたので実際に、じゃあこのエルモをどういうふうに活動しているのかこれ某会長にちょっとお伺いしたいなと思うんですけれどもうまく進んでいるにはどういうことがあったからなのかあるいはどんなことに心がけていらっしゃるのかこれ少しお伺いしたいなと思うんですけれどもいかかがですか某会長えまずはあの私どもの方がこういったことに取り組むにあたってはですね えー、もともと地域の方で、えー、後継者はいないしそれからいろんな団体にいろんな課題を抱えておるということがあったんですがたまたま私どもの地域にある画伯がおられましてその方が生誕100年を迎えるということだったものですから、えー、生誕100年の記念絵画展をやろうとそこで地元企業がそれに協力をしてくれるというふうになりましたで、えー、そうは言ってもですね1か月間絵画展をやるのに えー、言い出しっぺのある団体がやるとしては1ヶ月ずっと付き合うのは非常に困難であるということなので、えー、横の連携を取ろうということであらゆる団体に声をかけましたで初めはしぶしぶ出てきていただきましたところが1ヶ月間繰り返しやってるうちにですね連携が生まれて特に若い方が非常に熱心に取り組んでくれるようになりました で加えてこういった関係をうまくやっていくためにこのままで終わらせちゃまずいよねということになりまして約90年前に消滅しておりました先ほど言いました熊谷踊りを復活しようということになりましてこれを団体に声をかけたらやろうやろうということになりましたのでそこで横の連携がすごく深まってきましたそして、えー、これはやっぱりいろんなところに声を受けてくれるだけだろうということだったのですが、えー 特に広島大学の学生があの災害のときに非常に、えー、協力的に、えー、関わっていただいたその時にです、ねえーまあ、ときに誠に申し訳ないんですが、えー、ボランティアの斡旋をするところそこの本部が大混乱をしておりましてで私どもはいち早く地元に、えー、対策本部を立てましたので独自に勝手にでその中で、えー、うまくやっているところは大林だということで、えー、たくさんの方がお見えになりました。 でその中に広島大学を斡旋していただいたある女性の方がいらっしゃってその人と深く関わるようになりましたでその女性の方を中心にいろいろなことを考え始めていろんな問題を解決していくことになったわけですありがとうございました。 えー、いろんなキーワード出ましたよね企業とかそれから大学、えー、それからあの絵画展今までの皆さんの自演組織というところでそういった取り組み、えー、ありえないよねっていう風に思った方いらっしゃったとしたらこの「エルモでぜひ取り組んでいただくと楽しいという感覚が出てくるんじゃないかなと、えー、そういった話が某会長から多分ね他にもいっぱいあるんだと思うんです、えー、他にも言いたいことが多分あるんだろうなと思いつつ酒屋局長ぜひ これはあの酒井局長の方からあの聞きたいなと思うものがあるんですけど市のバックアップ体制ですよねこのあたりちょっと詳しくお聞かせいただけますか。 えと今、ですねあの市の方ではあの広島市の職員、まあ、広島市の職員の中にはも特に区役所の職員がですね一生懸命やってくれているんですけれども、その区役所の職員とあと広島市の社会福祉協議会のです、ね、職員が、えー、もう区の社会福祉協議会も一緒ですけれども、一緒になって取り組んで、皆さんの伴走支援を行っていると、そこが、ね、非常に大きなところです。でですすから、えー、もしですね あの話し合いの場の設置をしたいという場合には、ね、ぜひ私ども市の職員、もしくは社会福祉協議会の職員におっしちゃってください、もう万全の体制で,です、ね、しっかりやりたいと思ってます、その中で、ちょっと支援という、実務的な支援で少しあのお話をしたいのが、ちょうど今日皆さんがこの、えー、広島市から地域の皆様へという、この薄い冊子の,です、ね、あの令和5年度版というのがちょっとありますけれども、この15ページにあの今、見ていただきますと、 えー、広島市からのですねあの行政等の支援内容というのがございます。でそこでもう今1年経ってあのやってるんですが人の支援、物の支援そしてお金の支援というのをですね今やってますがこれから私たちが、まあ、地域の皆さんにしっかり支援をしていきたいと考えているのがデジタル化の支援というのが考えています。と申しますのが今皆さん、L も立ち上げていらっしゃるあるいは今から立ち上げようとしていらっしゃる方々が、えー、もっとこの事務処理を勘弁 便利にしてしてほいいととうことそしてあと情報の伝達を迅速にしてほしいというのもお話がございますので今から社会福祉協議会の方と一緒になってその新たなシステムを作って えー、市の社協、そして広島市、そしてエルモの皆さんが情報共有できるようなことをするとか、あるいは日々の消防管理であるとか、収支予算とか決算書なんかをですね自動で作れるような、そういったようなです、ね、システムを作りながら、えー、皆さんがそういった実務に取り組みやすいような環境をです、ね、しっかり支援していきたいというのと、でもう一つは、地域と共同して、そしてその中で支援していきたいというのがございます。先ほどあの某会長からお話がががございいましたが実は今こここのののの大林千年というこれは私の虎の子なんですがこの日本酒を この大林地区のエルモが学生さんにお米を作っていただきそして地元の酒造会社にこのお酒を作ってもらったそしてこれを広島市のふるさと納税の返礼品として今指定をしていますそしてこの1回で1万円以上広島市の方にふるさと納税でこれを寄付していただくことがあれば、えー、広島市が買い取ってそしていろいろ諸々事務手数料を取った上えで残りは。 全部、えー、大林のエルモの方に、えー、寄付させてあのお金をですね送らせていただいているとそういった形でいわゆる、えー、営業というかですねその皆さんの活動費の全体として、えー、そういったようなことの支援もしているとそんなことがありますので、えー、それぞれですねまあいろいろありますけれどもそういったことを力を入れていきたいというふうに思っていますありがとうございますありがとうございましたいかがですかお酒皆さんお酒好きでしょ 皆さんの地域でお酒作ってこうやってやるのもいいんじゃないですかえっ、ー、わしはよ作らんでも多分そういうあのノウハウがあったかどうかっていうのはもちろんあるかもしれませんがそこから一つ一つ積み上げていくっていうのも今回この取り組みとしてすごく魅力的で皆さん自身が楽しいと思えることだと思いますし、えー、そうですねあのー 本当に楽しさっていうのはどういうものなのかっていうのは私たちももしかしたら忘れてるのかもしれませんのでぜひぜひ今回取り組みをしていただきたいのとこれってやっぱりあのコミュニティビジネスっていう話ですよねあの収益上げても大丈夫ですか あのエルモの方でも収益を上げていくのは全然問題ございません。もう皆さんが本当に知恵を出し合いながらですね、そういった中で地域の運営しながらどんどんですね収益を上げて、そしてそれをさらに地域課題を解決するために原進していただくというですね、そういった仕組みですのでもう大賛成です。なるほど、はいありがとうございました。じゃあこれでいくとですね、いろんなアイデアでさあの出せそうですよね。ええー、まあのマサさん聞いてみたいなと思うんですけども、今子育てをされていらっしゃるお立場、そして広島県外えひる市外県外から お越しになられたという立場から多分いろんな視点とかいろんなアイデアこうだったらもっといいのになっていうのは多分あるんだと思いますそのあたりのあのいろんな主体の方々が人見知りの広島市民と一緒に何かできるためにはこういうのどうかなっていうのなんかアイデアとかいただけるとお願いします そうですね、あの今、私自身もこの地域コミュニティすごくあのお世話になっているとはいえやっぱり同世代ばかりで子育て世代ばかりになってしまっていてすごく限定的になっているなというふうに感じるんですね。でもやっぱりこう なんだろうそのこの街に住みたいなとかこの街って魅力的だなっていう街がどういう街かなって考えるとなんか住んでいる方たちがすごく生き生きとしていてその街のことを愛していてでそこの企業の方もそこに住んでいる方たちもその街のことが好きっていうその元気な街っていうのがすごく魅力的だと思うので私自身もやっぱりあのその子育て世代のつながり横のつながりっていうのもすごくいいとは思うんですけれどもそこの近くにいる学生さんたちですとかあとはその地域の,その企業っていうところ ともこう一緒に何か手を取り合いながらやってぱり、まあ、できればあのやっぱりこう企業の方たちがこう主体となっていただくと物事って結構大きな力なにうまく進むかなというふうには感じるんですけれども、まあ、そういうような感じでこう一体となって。 あのやっていくとまたすごく勢いも出るかなと思いますしあ自分の町にこんな企業があったんだとかっていうのを学生の方たちが知ったりするっていうことはあのすごくこうのにもなると思うんですね私広島に引っ越してきてなんて素敵な町なんだろうってなんてこんなにたくさんいいものがあるんだろうって思うんですけどよくあの「こんな何もない町で退屈じゃない」って言われたりするんですね。あるじゃんっていう <laughs> <laughs> ふうに思うんですけれどもやっぱりその辺っていうのは逆にずっと住んできているからこそこう見過ごしてしまっていること見逃してしまっていることというのがたくさんあると思うのでなんかそういったところがこうつながって自分たちの町のことも知るっていうことっていうのもすごくいいかなと感じています。 はい、ありがとうございますぜひねあの皆さんの地域に多分あの引っ越して来られた方とか行き来していらっしゃる方たっぷりたくさんいらっしゃるんだと思うんですけど今みたいに気づかないでいるだけなのかもしれないですね私たちは聞いてみるのもありかなと思います国はやっぱりちょっとちょっと教えてっていうなんか心を開いてなんかそういう話し合いの場を設けたりとかなんかあのつながっていくにはあの何か一つのテーマを設けて、えー 一緒ににに語りり合っっっっててていいいいいいいくううううののがあたたらいいのかなというふうに、えー、そういうふうに伝わってまいりました、はい、最後にあの山崎さんにちょっとお聞きしたいんですけれどもこのいろんな人たちと話をしていくあるいは、えー、テーマをこうね合意形成をとっていく、えー、その合意形成の取り方多分いろんな合意形成の場面全国各地で歩かれてると思うんですけれどもうまくいく合意形成のポイント3つだけちょっと短めに。 短めにうまくいく、はい、まず合意形成で話し合おうとしている時は口角口の両側を上げることですねにこっと笑いながら話ししましょうそれで大事ですねむすっとしたままだとですね何か言われても反対してやろうかなという気持ちになりますからにこにこしながら話しすること1個かな2個目はそれに近いですけど人の意見を否定しないことですね 否定しないことだとだ思いいますあのいろんな思いがあって、やっぱり意見出してるわけです。この地域を良くしようと思ってここへ来てるわけですね。なんかわざわざ時間使って、この地域ぶっ潰してやろうと思って来てる人いないわけですから、じゃあ、そり意見はちょっと違うかもしれないけど、この地域良くしたいって言って、その意見言ってんだねと。分かる。さらにこういう意見もあるよねっていうふうにして、まず全部校庭で引き受けた上で、さらにこういう意見もあるよねっていうふうに会話をする。これは、まあ、イエスって言われますけれども、イエス。 さらにこうですねっていう会話の方法、まあ、こういうふうにしてみるっていうのも一つかなと思いますねそれが二つ目三、まあ、つ目はどうでしょうね5分に1回ぐらいは笑いを入れた方がいいですねはいあのもうずっと真面目な話してるとやっぱちょっとくたびれちゃいますからね合意形成とはいええー、まあちょっとなんかふっとこう力が抜けるようなあの笑うってことは了解したってことなんですよねあの理解できてないと笑えないわけですから笑ってくれたってことは えー、少なくとも今まで自分が言ってきたことはちゃんと理解してくれましたねという合図ですのでちょっとねえ5分に1回ぐらいは試して相手笑ってくれるかなああいけたいけたというふうにして、えーまあ、話し合いを進めるのがいいんじゃないかなというふうに思いますなので口角を上げて出会って相手の意見を否定しないようにしてで時々ちょっと笑える話をするこの3つかなというふうに思います、ね、ありがとうございますどうぞ皆さん今口角上げて。<laughs> 広角を上げてこのあとねワークショップありますのでその時にも否定しないで口角を上げて5分に1回とはいえず3分に1回ぐらいは笑いをとっていきたいなと思いますさあ時間がですねもういただいた時間が4時終了の予定なんですがあと4分3分半ぐらいになりましたのでもう一言ずつと思ったんですが、えー、ここまでのお話を佐久野先生にまとめていただこうかなと思っております。お <laughs> お願いししますああ皆さんお疲れ様でした まとめることはできませんが、皆様からの大変素晴らしいコメントがあって、いずれも参考になったと思います、広島エルモ、改めて何なのかというと、増田さんが県外から来られて、体験的されたことをもう少しやりやすくしましょう、と少しシステマティックにしましょう、それが、まあ、エルモなんですね。 増田さんは上手に人見知りとおっしゃったんですが、まあ、皆さん怒らないでください、あのうちは違う表現でいうとうち弁慶な広島市民の皆さんが多いんじゃないかと思うので、あのそこを経験的につながるというよりも、まあ、最初からオープンにしておくというのはエルモだろうなと思いました。はい、それからですねあの、ちょっとパネルディスカッションのまとめじゃないんですが、私、えー、オーダーがありましてあの、教育とか学校との絡みについて、 えー、言わないといけなかったんですけど私教育学部なのである程度やっておりましてちょっとだけ付け加えることでまとめに変えさせていただきたいと思いますまず教育というのは学校教育と社会教育と家庭教育っていうのはあるんですけど学校に関してはもう方程式ができておりますそれは学校は地域と結びつくというコミュニティスクールですねそれから地域は学校と結びつくというスクールコミュニティですだから学校が で地域があってです、ねえー、コミュニティスクール、スクールコミュニティということで、お互いが連携するというのが、もう文部科学省はそのように言っておりますので、それとエルモをうまく組み合わせていただくといいかなと思っております。お手本になるのは、隣の山口県さんは、えー、結構、ソロ活動をやっていらっしゃると思います。それともう一つ、まあ、広島市のエルモで、少し、えー、弱いなと思うところが、社会教育です。 これはあまあ公民館活動はすべて社会教育とは言いませんが、えー、どうしてもですね小学校区に公民館がないまあ主に中学校区をベースとしているとお聞きしております。で当然まあ公民館中学校区の公民館も社会教育をやるんですが個々のエルモも。 社会教育まあ教育っていうのはやる側の方からの立場なので受ける側はまあ障害学習とかですねあるいはまあ学びっていうふうになるんですが学びの要素を入れていただくとなおいいというふうに思います。エルモとか地域運営組織は立ち上げる時はこうやって華々しく立ち上がります。でもですね今後こう刺激がないとですねだん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 やっぱり活動衰えていきますので。 ぜひその時に学びの視点、えー、仕掛ける側としては教育の視点を入れて絶えずこうリニューアルしていただくとより良いエルモになるのではないかなというふうなことを言い残しておりましたのでお伝えすることでまとめに返させていただきます。どうううもあありりががととごござざいいまます。した。 えー、皆さんから、ね、あのいろんな意見をいただいて、えー、多分今日来られている方それからウェブでご覧になっていらっしゃる方はななるほどなあのあのいい話ばっかりじゃないんだなというところも少し伝わっていただけるといいかなと思いました。最後にもう一言ずつ10秒ずつつ秒ぐらいで <laughs> ごめんなさいね、お時間管理ができなくて、えー、10秒ずつぐらいで、えー、今日ご覧あご覧になっていらっしゃる方、お越しになっていらっしゃる方へ、えー、あるいはこれからのエルモについての期待とそれから応援メッセージをお一言ずつ局長の方からはいお願いします。10秒ですね、1秒です。<laughs> 皆さん笑顔と楽しくこれ広島エルモを今から作っていくために頑張りましょう。はい。も <laughs> 会長お願いします。あの一言で言えば。 楽しくやること、うん、そして、えー、行政の下請けではないということをしっかりと議論する、うん、これだと思います、うん。はい、ありがとうございます。浅井さんお願いします。はい、私も楽しむということはすごく大事で楽しそうにしていると周りも気になったりとか輪が広がっていくと思うので、それがどんどんこう県外にも広島の魅力が伝わるといいなと思っています。はい、ありがとうございました。山崎さんお願いします。はい、あの同じです。ありがとうございました。<laughs> はい、ありがとうございました。 はいじゃあここで一旦シンポジウムあのパネルディスカッションを終わりにしたいと思います後藤男子の皆さんにもう一度大きな拍手お願いします